民主主義の悪夢ではあるしかし。これが最上か？そこには疑念はある。無理に、この、主張を守る必要はないのではあるまいか。とはいえ罪は罪として、残るが。民主主義、その信仰の先は破綻だ。としたら、無理にこれを信仰する必要はない。民尊主義、それはその時、違う解放、を提示はする。多数決の帰結として結果は、自分は一体、何のために生きているのだろう？重いような、しかし実は至極簡単な。恋人と別れたら生きてる意味もなくなった。人の、これは実際には、そんなつぶやきではある。未来は消えた。民主主義の正義を貫いた結果として、だ。それで良いんだ。マスコミはそう叫んで彼らをお取り持ちする、だ。虚無に支配されたその意識は人々の不幸しか望まない。失敗や失望、誤解、それに基づく普通こそ。